懐中時計、懐中時計、懐中時計、英語、ポケットウォッチは、ポケットや懐などに入れて持ち歩く小型の携帯用、時計である。丈夫さとかさばらない、手頃な、大きさの懐中時計は、腕時計が登場するまでは、携帯時計の代表として長い間、世界中で使用されてきた。多くの場合、文字盤は、アナログ式で鎖や組紐などで流ズのフック部と、 衣服を決着して落下を防止し、時計本体は衣服のポケットに収納して携帯するようになっているものが基本形であり、大きく分けて以下のような外面上の区別がある。用途や製作側や愛用者の個性により、リューズの位置が12時の位置だったり、3時の位置だったり、6時の位置だったりすることがある。動作機構は機械式とクオーツ式の2種類がある。 手巻きの煩わしさや、時間誤差といった日常での使い勝手を考えると、クオーツ式に軍配が上がるものの、機械式のムーブメントならではの、コチコチという作動音や、文字盤や裏蓋を、透明の素材にすることで、作動機構を直に眺めることができる、スケルトン式点を好み、クオーツ式をスケルトンにできないわけではないが、ムーブメントの動作を眺める、という点では面白みには欠ける。 あえて機械式を利用する愛好者も多い。戦後以降、一般的には利便性のより高い腕時計に携帯時計市場をほぼ独占されてはいるものの、日本ではその腕時計さえ、昨今は携帯電話の時計機能に脅かされている。その一方、現在でも世界中で製造されており、世界の特に欧州の時計生産大国であるスイスでは、 小さな工房での手作り懐中時計産業も健在である。バーゼル地方で開かれる世界的な時計し、バーゼルフェアには今なお世界の懐中時計賞が集っている。外装の材質は真鍮やステンレスなどの金属製のものが多いが、金製や銀製といった貴金属を使用したものやまた蓋や裏蓋に彫刻がされているなど装飾品としての価値があるものもある。 海中時計はその歴史が古いためアンティーク品、概ね戦前以前の品や古くからの有名時計ブランドの高級品、その他ムーブメントや彫刻を楽しむ、等々、海中時計のコレクション、収集、鑑賞を趣味としているものも世界中に数多くいる。また、ポケットウォッチスタンドという海中時計を受け時計として使用するための専用スタンドも100年以上前から、 存在し、イギリスの老舗、ラポートは100年以上前から、高級、ポケットウッチ寸ンを販売している、高級な懐中時計はオケ時計として使用することも、古くから行われてきた。今日に至っては、腕時計の圧倒的なシェアや、携帯電話画面の時計表示にて代用する人も一部で、徐々に広がりつつあることから、懐中時計を、日常の携帯時計として使用している人口は、 極めて少ない時計を読もうとするだけで、片手が塞がる。反面、バンドかぶるなど金属アレルギー体質のため腕、時計どころか送信具さえ付けられない人、閉所恐怖症による締め付け感に悩む人、携帯電話を所持しない人、各種の業界関係者、各機参照、解雇主義、アナクロニズムの人、鉄道マニア等の中にはあえて懐中時計を日常で愛用している人も少なからず存在する。 また、腕時計の時計部分を取り外して、懐中時計のように扱うことができるようになる、時計ホルダーといった製品もある。現在、懐中時計の需要が最も高いのは、鉄道で、視認性の高さや、耐実加工を施しやすい特性から、鉄道時計として職員が使用する。機関車、電車等の運転台には、多くの場合、計器板の中央、あるいは、 窓脇の時刻表立て付近に懐中時計に合わせたサイズのくぼみが作り付けられており、運転士はここに自分が対応された懐中時計を置いて掲示しながら列車を運転する。かつては懐中時計を鉄道事業者が購入し、運転士や車掌ら鉄道職員に対応することが世界各地の鉄道で行われ、鉄道員たちは駅や詰め所に設置された。 標準時間を示す係時計を定期的に確認して、海中時計の時刻合わせを行った。ダイアグラムに沿った、定時運行、駅への停車を完了し、乗降処理をし、発車するまでが、秒単位で決められているを励行し、安全を確保する検知からも、鉄道時計の精度は重要で、特に19世紀末から20世紀前半、鉄道会社に正式品として採用されることは、時計メーカーにとって、 技術水準を示すステータスであり、古い時代のアメリカやスイス等のメーカーも採用された鉄道会社を広告に列記して誇った。日本の鉄道では明治時代以来、ウォルサムなどの輸入懐中時計を職員に対応していたが、1929年に成功者、成功性懐中時計が当時国産品採用を推進していた鉄道省から、 国産海中時計としては初めて正式採用された。以後ケースサイズから十九成功と通称される成功海中時計は途中1978年にクオーツ式に移行しながらも21世紀現在まで日本国有鉄道 JR グループを通じ標準採用されている。なお戦後はシチズン時計製の同級海中時計を用いる施設も現れている。近年は 交通で時計の普及もあって、腕時計を携帯し、鉄道時計は持たない、運転士や末置き型時計を、運転台に置く運転士も多い。また最近は、電波時計も普及してきたが、電池切れが起きない限り急な事故か補正が生じない、通常型時計の方が未だ主流である。路線バス乗務員も同様。病院では、看護師が、脈の測定などの際に時間を見る。 ナースウォッチとして使われる。腕時計は腕が何かに引っかかったり手洗い時に手首まで完全に洗浄できずバンド部分の下などが感染源になりうるため着用は避けてナースウォッチを付属のピンやクリップで白衣の胸ポケットや防護衣に留めて使用する。時計を持ち上げてみる際に見やすいように普通の懐中時計と違って6時の部分にチェーンが取り付けられている。 上下が逆になっている。また、文字盤には簡易脈拍系のメモリが刻まれているものも多い。これは15拍、あるいは30拍の時間から1分間の脈拍数に変換する計算弱である。ストップウォッチ式になっているものもある。同様に、D マット要員が出動する際は、秒針付きの腕時計が筆形になっている。料理人の場合、腕時計では調理中に手首に、 水がかかることが多いため、懐中時計を用いることが多い。学芸員やアーキビストも腕時計が資料を破損する恐れがあるため、懐中時計の使用者が多い。サウンドクリエイターの中でも、近年は、ほとんど見られず少数ではあるが、PA 宅において用いる人がある。一般的な男性の傾向、着用方法としては3つ揃えのスーツの場合、ベストのポケットに時計を収め、 ボタンホールに鎖、ウォッチチェーン、ホブチェーンを止めて用いる。鎖の種類、また掛け方は、何通りもある。ベストを着用しない場合は、トラウザーズ、ズボンのホブポケット、懐中時計用ポケットに入れる。この場合、短いホブチェーンを付け床にも止めず、垂らすのが正式である。使う時はチェーンで引き出し、顔の前に時計を下げて読み取る。またジャケット、上着の襟のフラワーホール。 ラペルホールに鎖を止め、ジャケットの胸ポケットに収める場合もある。この場合も、専用のラペルウォッチチェーンを用いる。鎖が二つに分かれていて、小鎖が付属しているものがあるが、これは、鍵で時間を調整する、鍵巻式懐中時計の鍵を取り付けるための鎖だった。現在は、ウォッチホブというペンダントのようなソーシングを取り付ける用途に使われている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。